えっと32歳熱湯浴です新武天皇即位期限2681年、ひろゆきさんの短い道のりで、西暦400年ぐらいには長い歴史と決闘と伝統がある男系天皇が即位していて、日本国憲法では国民統合の象徴である皇室を国論に二分させず、穏便に壊さずに守り続けたいです、えー、日本人の養子について配信で多数の発言されていますが、旧皇族の男系の男子をしおから何人かが皇室が養子をもらうメリットで見て、コスパのひろゆきさん、どういう考えですか。 えっとその旧皇族の男系の男子っていうのが全員まともだったらいいんですけどその旧皇族の男系の男子で詐欺師とか人殺しとか犯罪者とかがいたりするのでなのでなんかもう旧皇族の男系の人でまともじゃない人がいるのでそこから引っ張るのどうかと思うんですよね。なのであの普通に男系その中にこだわらないで別にあのもう女系でもいいんじゃねえかなと僕は思うんですけどもはい多分あのどんな人だとしても文句は出ると思うんですよね。 でその文句が出た時にそののまああの例えば今回のその眞子、ま、さんと小室圭さんの話とかでもまあでも眞子、ま、さんが選んだんだからしょうがないよねっていうのはあると思うんですよ。なのでその誰々が選ぶのあればまあその要は結婚相手ってその人が自分の人生をかけて一緒に暮らしていこうとしていくので、まあ、変な人を選んだとしてもある程度そこはその自分の人生をまあかけることになるので結構な覚悟はいるじゃないですか。 でも例えばその養子を取るとかの場合ってそこまでの覚悟をいらなく取れちゃうと思うんですよね。いやその夫婦で養子を取りますって言っても別になんか人生をかけてずっと一緒に暮らすみたいな話でもないと思うのでなので何かやっぱりその僕は結婚するぐらいの覚悟があるんだったらもう皇族っていう方がでその養子になった側の子供が例えばそのすげえちっちゃいうちに養子になったとしてその俺天皇家なんか入りたくねえよ人権欲しいよって言い出したらめっちゃかわいそうだと思うんですよ。その まああのマコさんとかって生まれた時から天皇系ということでまああの自由に移動もできないしじゃあなんかあの,の飲み会で酔っ払ってそこらへんの路上で転がるみたいなとかじゃ海外旅行行きたいわとかなんかあの家でしたいわとかって不可能じゃないですかでそのなんかじゃあ自由にその友達付き合いとかできないし自由な行動もできないし多分未成年だからって言ってタバコ吸うとかなんか家で酒飲むとかも許されてなかったと思うんですよねでただまあ生まれてから皇族で生まれて育ったっていうのとまあ僕もそれどうかと思うんだけどまあ少なくともまあその皇族で生まれてしまったし皇族の家族としてずっと周りもいるのでまあ家族もみんなそうだから仕方ないよねっていうのである程度許容して てて生きてきたた29年間だったと思うんですよ子さん的にはでもその養子の場合ってその勝手に折り養子にされたっていうのででその自分の親とかはその自由な一般市民としての生活をしてるわけじゃないですか,かの結婚相手とかも自由だしじゃあ別に好きな学校行ってとかもしくは学校に行かないっていう選択肢もあるしなんかどこに住むとかどんな職業になるとかも自由に決められるじゃないですかでそういうなんか親は自由なのになんで俺だけ皇族の養子とかでマジ縛られてんのみたいなのでその子めっちゃかわいそうってなると思うんですよね。 で結婚する場合であれば、例えばじゃあ、その、えーと、女系の天皇家のあの血を継いでる人と、じゃ男性が結婚するパターン、例えば、その、眞子さんと、じゃあ、小室さんが結婚するパターンで、で、小室さんみたいな人が、まあ、俺は自由な人生を捨てて皇族に入るっていうのを、二十歳以上の人が、覚悟を決めて入るのであれば、それは、まあ、覚悟を決めてるので別に本人の自由だと思うんですよ。だから、その、子供のうちから勝手に決められるとかって、別にその、情報もないし、いやその正しい判断ができる状況でもないところで、いきなりもう、お前の人権制限されますってのは、ちょっとか人権制限されると。 ねっていう気がします。恋人になるんですいません。なので、あの女系で増やしてった方がまだマシなんじゃないかなと僕は思ってますけども。